はい、皆さんこんにちは、フラワーズシーです、そしてフラワー TV の時間がやってまいりました。今日は皆さんにこのフラワー TV を使ってどうやったらお花が上達するかっていうのをお話ししたいと思います。このお話実はもう過去に何度かしてます。もう何回も聞いたよっていう人はもう一度聞いてください。もう過去にこうねマトリックスってあったんですけど、あのマトリックスの映画何回見ても全然理解できなくて、こう時代の背景というか、なんかこのどこの世代に今いるんだみたいな感じで理解できなくて、5回目ぐらい見てからやっと理解できたなっていうね。まあそんなイメージです。聞いてください。このフラワー TV、毎日こう毎日というか僕がこうアレンジとかあなたも作ってます。でこれね N フラワーの、N スタイルという理論を元に作ってるんですけれども、これを見てるだけで本当に上手くなった人が、ね、いっぱいいるんですよ。ただその人たちはやっぱりねこの動画を見て真似して作ってるんですね。だから、ね、やっぱりこう天職というかこう技術職なんで、これは完全な技術職、職人技なんですね、お花って。なのでやっぱり作ってみることがすごく大事なんです。なので特に花束をする、そうですそうですと思います。そうです、花束はそうなんです。アレンジもそうですけど、アレンジはまあフォームにこうお花刺すと止まるじゃないですか。でも花束は本当止まらないんで、花束は鍛錬が、より鍛錬が必要なんですけれども、アレンジメントもね、やっぱりこう見てるだけではこうフォームへの刺しの甘さとか、こう壊れたとかね、刺してたらフォームが全部バラバラになっちゃったとか、水が落ちちゃったとか、まあそういうことをね、やっぱり経験して、その経験一つ一つが自分のこうテクニックに結びついていくんですね。なのでぜひね、お家でやってみてください。でこうお家でやってもっとこう上手くなりたいって思ったら、もう全国にこう N フラワーのね教室があるんで、そこの N フラワーの教室、一番近い教室に入って、そこでレッスンを受けてみてください。はっきり言わせてもらいますよ。はっきり言わせてもらって、他の、他のスクールのことを言っていいかどうかわかんないんですけど、他のスクールのこと言っちゃいけないのか、とにかくうちのスクール N フラワーは本当に上達します。他と比べてとか言いません、言いませんけど本当に上達します。これはねもう適面です。なのでぜひN フラワー行ってみてください。体験だけでもいいと思います。今までのレッスンと違いますからね、うちはね、完全に上達するレッスンをしていきます。なのでお花子うまくなりたい、私はねアレンジうまくなりたい、花束うまくなりたいって思う人は N フラワーです。チャランポランにやるんだったら別にうちじゃなくてもいいと思いますけど、本気でやりたいならエルフラワー来てみてください。絶対それで楽しめますからね、すごくいいと思いますよ。でこうね全国の先生に習って、で僕横浜で本部講習会っていうのをやってるんで、月に2回から大体多くて4回やってるんですけど、そこにこう1年にね何回か来て成果をね見せてもらえたらすごくこう嬉しいです。過去にもう本当にいっぱいいるんですよ、そういう人がこうフラワー TV を見て先生に習って、本部講習会に来ましたって言って本当にこう見てものすごく上手くなってるんですね。なのでぜひまずはフラワー TV を見て、毎日見ていたらお花を買うか、こう野にある花とか庭に咲いてるお花とかでもいいんですよ。それを買ってきてこう葉っぱを丸めてホチキスで留めるとか、お花を束ねるとか、フォームに刺してみるとか、そういうことをしてみてください。そうするとねもうどんどんこう上手くなります。でついでに今もうちょっとお花をやってるけど苦手花材があるとかいう人いませんかね。僕も昔苦手花材っていっぱいあったんですよ実は。
苦手画材を克服するためにはもうね一つしかないんです。その画材を徹底的にやりまくる、作りまくる。そうするとだんだんね苦手画材でもうまくできてくるんですよ作品が。で作品がその画材でうまくできた途端その画材好きになりますから、そうなったらもうこっちのもんですね。でどんどん苦手画材をなくしていってパーフェクトな人になっていいですね。まあ僕はねお花しかできませんけれども、まあ、お花のことはね全国誰にも負けない自信があるので皆さんにお伝えします。お花はもうやるしかないです、作るしかないです。それであともう一つ重要なことがあります。あのね先生選び、スクール選び大事です。ここは間違いないでください。フラワー TV 見てお花やりたい、でも近所にエルフラワーないからちょっと近所の先生でやっちゃおうかなみたいな、大失敗しますからね、それはね。それやめましょう、先生選びは本当に大事です。それだったらこうフラワー TV を毎日見て、でまあたまにねこう遠いけどエルフラワーの先生のところに通う方が僕はいいと思います。っていうか僕が見てるこのフラワー TV を見てこういう作品を作りたいと思ってる人はそうしてください。でそう言わないとちょっと弊害がありますよね。なのでそれはよろしくお願いします。先生選び、スクール選びは本当に大事です。もう一番最初にそれがそこが一番最初なんですよ実はね、このレッスンってなんですけど、その一番最初のやらなきゃいけないことが一番重要っていうね、そこ本当間違いやすいんで言っときます。では今日はねこれからもう一本ブーケの動画作るんで楽しみにしててください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 そして実際に本部講習会でお会いしましょう。 Thank you.